ゆうやさん、この後お時間ありますか？え？ここ、美味しいって評判なので食べてみたかったんです。それはよかった。調子に乗って食べ過ぎたら、元の体型に戻っちゃうかも。そういえば、宝条さんはどうして俺のことを分かったんですか？ので、すぐに分かりましたよ。目？ええ、ゆうやさん、すごくお痩せになられましたけど。まっすぐで優しい目は変わってませんから。ゆうやさん、どうぞ。ん？一口いかがですか？あ、ほら、これでお互い様だから。